皆さんこんにちは、あおいです。はい、おはようございます。朝です。今日はお仕事 Vlog を撮っていきたいと思います。で、今日の仕事はナイキのエアマックスのキャンペーンの取材がメインです。対談させてもらったりとか、私がコーディネートを考えたのでそれを撮影してもらったり取材してもらったりとかっていう感じの内容になっております。盛りだくさんなのでその様子お届けできたらなと思って今動画を回してます。で、なんかコーディネート考えたのでその紹介もするし、新しいスニーカーとかも見せてもらえるみたいなので、動画でも紹介しようと思います。はい、ちょっとまだ朝で頭が働いてないんですけど、頑張りたいと思います。で、今日撮影日は別なんですけど、公開日、3月26日がエアマックスデーらしくて、そういうデーがあるみたいです。なのでみんなが見ている頃はエアマックスデーという感じで、動画を見ていただければより楽しくなるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、とりあえずメイクとかしてもらわなきゃいけないので中に入って準備します。頑張るぞ。おおい先生、はい、朝から始まる質問コーナーをしたいと思います。珍しいです。何でしょうか。今日何時に起きましたか。7時昨日遅かったけど、頑張った。起きた。とりあえず起きなと思って、アラーム10時にかけて。シリちゃんは起きてくれた。シリちゃんは、私眠たいから無理みたいな。全然起きてくれへんかった。じゃあ今日朝起きて、一番最初にしたことは何ですか。お手洗い。お手洗い。朝カットじゃなくて。カットで。カットや。全然普通やったわ。お願いします。なんか魚眼レンズを使って撮っているので今チェック待ちです。こういうのをしてみたいなね、こんなポーズしてるんですけど、仕上がりはどうなっているのでしょう。絶対こういうのをしててもかっこよくなる。してた、うん、そう。はい、すいませんでした。一つ目のコーディネートはこんな感じです。私はですね、 TPO に合わせたコーディネート紹介ということなので、テーマが、一つ目はきれいめ、フォーマルな感じで、コーディネートしてみました。季節は春ということだったので、ノースリーブはまだ寒いのでジャケットを羽織ってワンピーススタイルで、足元はこちらのエアマックス90定番デザインですね。こちらはブラック、これ何でも合うし、このソールの部分が本当に歩きやすくてっていうのがポイントです。はい、こういう感じでジャケットスタイルでも合うスニーカーです。じゃあ次着替えてきます。目はカジュアルがテーマなので、大人スウェットコーデにしてみました。じゃーん、じゃん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 。さっきと全然違うコーデになったでしょう。キャップでちょっとシンプルなので、こうピンクをリンクさせてみました。これもエアマックスなんですけど、これはエアマックステラスケープ90って言って、ここがリサイクルでできております。でもこれもちょ濃い軽い、歩きやすい。このよく見たらピンク、どこのピンクをリンクさせているところがポイントです。はい、私のスニーカーですと言いたいところですが、私のスニーカーではなくて、これは新作とかいろいろエアマックスがございます。これがね、テラスケープ、私が履いているこの、失礼します、こちらの色と色違い、これは私もこれメンズとレディースあるんですか。メンズです。オレンジも可愛い、合わせやすそう。これはエアマックス95、私はこれの白にパープルでグレーのやつを持ってます。履きやすい、これも。で、これが97、
私が生まれた年も97。どうでもいいか。これも合わせやすいよね、結構。かわいい。これもかわいい。これ色違い。でもこの色がかわいい。こんな感じで、これもリサイクルのやつで、このソールがね、リサイクル素材でできているんですよ。ここの部分が。で、軽いので歩きやすいという感じになっております。以上、スニーカーコレクションでした。コツみたいな太さとかワンピースとかスカートとかもタイトスカートとかではなくてちょっとふわっとした A ラインのスカートで動きが出るようなものにこういうボリュームがあるとか、なんかこのスラックスとかもこうストーンとした形でちょっとここよりは太い感じ、ここを覆いかぶさるぐらいの太さでストッと長い。でも太すぎてもバランスがすごい難しいので、なんかこの幅よりちょっと太いかなって。これちょっとなんかポージングで見えにくいんですけど、センタープレスが入ってるので、はい、まあ、そのラインとかで、はい、縦に長く見えるようにとかは、はい、意識してます。三原さんはこれで、はい、終わり、はい、終了です。ありがとうございました。終わりました。お疲れ様でした。なんかいろいろスニーカーについてねお話できたので知識が増えました。この今日の対談の衣装はこんな感じで、これは私服ではないですが、グリーンとピンクも可愛い春っぽくてそんな感じです。でもやっぱ私的にはこうボリュームがあるスニーカーはやっぱスラックスとかワンピースとかちょっとやっぱピタッとしたこうコーデに合わせてしまうと、このボリューム感が逆に私の体のバランスには合わないので、なんかそこのボリュームを生かしつつもバランスを取るならこういったちょっときれいめパンツとかラインがねきれいに見えるようなのがおすすめです。はい、そうするとなんか足が結構足が大きい人みたいな、実際 22.5 しかないので、でもスニーカーはコンパクトすぎてもちょっとね体のバランスが取りにくいので、いつもだいたい1センチから 1.5 センチ大きくしてるんですよ。だからこれ 23.5 にして1センチ大きくしております。はい、そんな感じでしょうか、こだわりは。はい、無事撮影が終わりました。お疲れ様でした。メガネ反射してる、これこうしていきますね。はい、お疲れ様でした。はい、朝からやってたから今昼過ぎですかね、あっという間の時間でしたが無事に成功しました。いろいろ取材してもらったりとか、いつもと違った私の撮影というか、なんか魚眼レンズとかを使ってもちょっといろんなこうポージングをしたので、その様子は、仕上がりを見ていただければなと思います。あのポージングがこんな風になってたのかと。で、ね、そんな感じですよね。撮ってる本人はすんごいポーズしてるけど、完成そんな感じで、あ、いい感じみたいな新しい発見がたくさんありました。はい、で今日の私服紹介したいと思います。でもこれはちょっとメガネがあるっていうのがポイントなので、うん、反射するかもしれんけどかけちゃう。はい、どうですか、こんな感じです。今日のコーデのポイントは、動きやすくパンツスタイルだったんですけど、もうやっぱり私は春服が着たいのでトレンチコートを着ました。でもこの下にはヒートテックを着ていたりですね、こちらのニットベストを着ていて、シャツこのベージュとブルーを、逆やな、ベージュとブルーを合わせたかったので、そういう感じで足元と小物はちょっとシックな感じでブラックでまとめてみました。はい、そんな春気分なコーデです。はい、ということで、無事撮影が終わったので今日は動画もねこの辺で終わりたいと思います。なんか新しい感じで、私は結構一人で撮影っていうのが多いから対談とかも新鮮だったし、いろいろなあのスニーカーについてだったりとか教えてもらったりとか、新しい撮影方法だったりとか、楽しかった撮影になってます。で、朝からやってたから結構もう今昼過ぎで、あ、結構やりきったかがあるんですけど、まだまだこの後も打ち合わせだったりミーティングだったり詰まっておりますので頑張りたいと思います。
と思います。ちょっとそこは今日はちょっと動画が回せない仕事になってるので映せないんですけど、さやさんと頑張っていきます。でみんなにいい報告がおろできる感じもありますので楽しみに待っていてください。で私が今日紹介したエアマックスのキャンペーンの取材についてとかは、公開されているのでぜひ概要欄からチェックしてみてください。どんな風に撮ったかだったりとか記事の内容とかはねそちらから見ていただければなと思います。ほんまにエアマックスは履きやすくてこれは90、私が今日私服で履いてるのは90でテラスケープもすごい歩きやすくてやっぱり合わせやすいしこのクッション性っていうのが本当に軽くって長時間歩く時とかも全然疲れないのでそういった意味でもいいしコーディネートとしても合わせやすいと思うのでぜひコーデとかもね参考にしていただければ嬉しいです。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。